病気になったよ、誰に言ってもびっくりされちゃうような、説明が少なくて楽だよ。こんにちは、みほです。今日はですね、先日ウィッグを買ったお話をしましたが、それを実際につけてみよう、練習してみようということでやってみたいと思います。まだ抗がん剤を打ってなくて、脱毛が始まるのが多分抗がん剤打ってから2週間後ぐらいとの噂なので、そうなんですよ。それまでにちょっと自分でね、練習しておこうと思って今日はやってみたいと思います。まずウィッグをかぶる下準備として、このね、ネットで髪の毛をまとめます。そう、一回ねウィッグを買った時に練習させてもらったんですよね。その時は簡単に見えたんだけど、どうかな。そう、こんな感じでまとめて、あ、なんかシワが伸びていいかもしれない。顔がパーンとなります。でつけてで、本当は後ろの髪の毛をなんか均一になるようにこうまとめるらしいですわ、でもまあいや、今日は練習だからね。でこう耳を出して、そう、耳出してくださいねって言われた。はい、できました。でこのウィッグさんを、はい、つけますよ。これね、ウィッグはこう内側にこのね、前髪のところにパチンがついてるので、これで髪の毛を止めて、もうこれさえついてれば取れませんからって言ってました。これをえいやってかぶるんですよ。はい、そうそんな感じで、このパッチンを前髪のおでこの中央に差し込んでパチンとしました。ちょっと待って、下手くそ、ちょっと待って、あ、違う。それで後ろは持ち上がってるから、これをグイグイグイと後ろに下げて、これでもみあげのとこにもちょっと軽いワイヤーが入ってるので、それも下げて、はあ、合ってるかな。そう、あれ、そうあれ、ちょっと待って、そうこんな感じ。ちょっと浮いてる、あれれれれ、まあでもほら、不自然かな。いや、いいんじゃないの。はい、ウィッグつけました。どうですか。割と思ったよりも自然になってると思うんですよ。ちょっとね、前髪は長いんですけどね、ほら、一回切っちゃうと伸びないんで、なんせ伸びないので慎重にちょっとずつ短くしていく魂胆です。ね、そう、いずれだから前髪バッツンにしたり、でもね、なんかできない、もったいないというか、まあ、しばらくはこれで楽しみたいと思います。はい、ということで今回は私のウィッグを練習する動画を見ていただきました。ありがとうございました。はい、じゃあそんなわけで、じゃあね、バイバイ。わかりやすい病気になったよ、わかりやすい病気になったよ、誰に言ってもびっくりされちゃうような説明